スキー場、林友観光が運営している。1960年営業開始。かつて、萌岩山にあった札幌スキー場とは別の斜面にあり、北海道内のスキー場では珍しく、スキーヤーのみが滑走可能なゲレンデとなっている。山を挟んで、北斜面と南斜面があり、それぞれの斜面へ行くには、スキーか車での移動となる。 コース作動ロッジ投下機の表の値段の単位は、すべて円基本リフト券、食事パック券シーズン券リフト券売り場は、第1リフト AB 線付近と、南斜面路地ジ内にある。団体で利用する場合の割引リフト券購入は、北斜面側の林友観光事務所と、南斜面ロッジで行われる。また、各種団体主催の検定や大会等で2日間以上の、 複数日にわたって利用する場合、主催側からの申し込みによって、一定期間内で、全日利用可能な、イベント券と呼ばれる割引リフト券が、関係者及び参加者の必要人数分発行される、こともある。シーズン券の会員特典として、以下の内容がある。注釈主典。ありがとうございます。